オラジでオラインかウィリアムズ JJ オラトゥンジは、イギリスのユーチューバーラッパー、ボクサー。キロメート祭として最もよく知られる。ロンドンで生まれ、芸能人でもあるデジという兄弟がいる。彼は、サイドマンとして知られる、英国のユーチューブグループの一員である。イギリスで2番目に影響力のある、オンラインクリエイターとして、タイムズにランク付けされた。 ローガン・ポールとボクシングの試合をした。キロメート祭という名前は、知識、強さ、誠実さを表している。ナイジェリア人の子孫である、アーセナル FC のサポーター。2011年、キロメート祭は、主に、ラッパーとして、音楽業界でのキャリアを開始した。仲間のユーチューバーアンダルフから始めて、ヘスキータイムをリリースした。 これは2011年のクリスマス直前に iTunes でリリースされた元英国のサッカー選手エミール・ヘスキーに関するラップソングであるこのビデオではゲーム内のヘスキーのバージョンについてのみ言及しているが長年にわたってプレイヤーを罵倒するレベルが高くなっているヘスキータイムの成功に続いて彼は自分のチャンネルでフットボール ラップバトルズというセグメントを開始した。これは歴史の壮大なラップの戦いと同様の流れを辿る一連の動画である。彼とランドルフはサッカーの世界で有名なキャラクターを演じている。マリオ・バロテリア、アレックス・ファーガソン教のようなマネージャーを含む一部のサッカー選手が出演するラップから始まったが、そのうちの一人はロビン・ファン・ペルシに対して、 キロメート祭を巻き込み、アーセナルからのバンペル氏の激しい遺跡を打った。彼はまた、ドローイディカのミュージックビデオに出演し、彼の曲、ゲットハイパーのミュージックビデオを監督及び出演し、英国のラッパースウェイと協力して2曲をリリースした。キロメート祭は2015年3月23日に、ラッパーのピーマネーと一緒に、 ソロアーティストとしての最初のシングル、ランボルギーニをリリースした。この曲は、スウェーのレコードレーベルドサイファプロダクションズの下でリリースされた。2015年10月29日、キロメート祭は、キープップというタイトルのデビュー EP を発表した。2016年1月8日に、アイランドリコーズからリリースされた。ジェイミーをフィーチャーした EP のタイトルトラックは、 二日後にリリースされたミュージックビデオとともに2015年11月13日にリリースされた。2016年7月29日、キロメート祭はオランダの音楽グループ MNDM とのフレンズ・ウィス・ベネフィッツをリリースした。この曲は10月28日にリリースされた彼女の2番目の EP ジャンプアラウンドからシングルとしてリリースされた。キロメート祭は 彼の3番目の EP、スペースを自己リリースした2017年6月30日、3ヶ月後に4番目のタイトルのディストラクションズをリリースする前。後者は英国の R&B アルバムチャートでトップに立つ彼の2番目の EP になった。ありがとうございます。